新女神転生5日めくり悪魔堂、本日は幻魔をお届けする。アリオク、我が力を貸してやろう。イスラエルの堕天使で復讐の魔人、自分を雇った者の個人的復讐にのみ手を貸すとされる。もともとは旧約聖書の創世記などに記された人名であったが、後に悪魔として言及されるようになったという。獅子法人クバンダ、よく瓶に化けると言われる。身長3メートルで赤い髪に黒い肌、人間の体に白馬の頭を持つとされる。ホウオウ、古代中国の伝説に登場する鳥。世の中が平和な時だけ現れると言われている。鳥類の王のような存在で、鳳凰が息を引き取った際には多くの鳥が嘆き悲しむと言われている。犬神日本の伝承の中で、古来より人間の体に取り付くと信じられている犬の霊。乗り移られた人間は犬付きと呼ばれる状態に陥り、正気を失うとされる。トゥルダク、死の神ヤマに仕えるインドの騎士、地獄の統治者にして死者の審判者であるヤマに有罪を下すと、トゥルダクはその霊が進むべき地獄へと連行する。ファフニー、北欧の伝説に登場する悪しき竜。12世紀頃に書かれたボルスンガサガでは、毒を持ち大地を震わせて歩く大蛇に足が生えたような姿の怪物と記されている。モスマン、60から80年代にかけてアメリカで目撃されたという未確認生物。2本足で地上を歩き、羽ばたきもせずに飛び上がるとされた。血臭を敏感に嗅ぎ分け、それを発する者の生き血をすするという。